イリーナ・アンドレエブナ・アブバクモアは、ロシアのスキージャンプ選手。2005年にクロスカントリーから、スキージャンプに転向し、2011年の女子として、初めて行われた、スキージャンプワールドカップ、リレハンベル大会に出場し40位。2011、2012年シーズンの最高成績は2012年3月3日、ザオウ大会の13位であった。2012年のアルマトイで行われた。 サマーグランプリ最終戦で2位となる。2012、2013年シーズンは、初戦リレーハンメル大会の団体戦に出場し11位、ワールドカップの成績は振るわなかったものの、バルディフィエンメのノルディックスキー世界選手権で、個人ノーマルヒル13位、混合団体で9位となる。さらに2013年3月9日から10日に、エルンシェルツビクで行われた。 コンチネンタルカップで3連勝し、コンチネンタルカップ総合優勝となる。2013、2014年シーズンは、2013年12月21日に、ヒンターツァルテンで行われた、ワールドカップ第3戦で3位になり初表彰台に、上り、翌22日の第4戦でも2位となる。そして2014年1月4日に、チャイコフスキーで行われた、ワールドカップ第5戦で、 ロシア選手として初のワールドカップ優勝となった。ワールドカップ総合4位で迎えた、自国開催の2014年ソチオリンピックでは16位に終わった。このシーズンのワールドカップ総合も4位だった。総合成績表彰台、ありがとうございます。